はい、どうもこんにちは。この動画では旅動画を作っていく過程を見ていきながら、プレミアプロの基本的な使い方を学んでいきましょう。今回学ぶ内容としては、カメラ選び、動画の挿入、動画の編集、アイコンの作成、テロップの入れ方、音の挿入、書き出し、この7つについてご紹介していきます。実際に今回作った動画を作例として見ることができるので、参考にしながらあなたの日常を撮影して Vlog を作ってみてはいかがでしょうか。それでは早速本編を見ていきましょう。アクション。個人的には旅動画を撮る際に使う機材として、現在では iPhone、GoPro、Sony FX3、 この3つを使っています。 iPhone はいつどこでも持ち歩いているので、撮るまでの速さと気軽さが一番ですね。iPhone で撮影した動画は、旅先では MacBook Pro を使って編集しているので、AirDrop で動画を転送すると動画をすぐにインポートすることができます。GoPro の場合は身につけるときによく使っています。なので両手が使えないときとか、一人称視点を撮りたいときにはとても便利です。頭の上では目立って恥ずかしいので、個人的には首から下げて撮影することが多いです。ただ首から下げると結構揺れてしまうので、暗いときとかに撮影する場合は注意が必要ですね。GoPro の場合は MacBook ではイメージキャプチャを開いて、ここから挿入していきます。そして最後に Sony FX3 ですが、気軽に持ち歩くにはかなり重いです。音にこだわるのであればマイクをつけたいですし、手持ちで安定させるにはジンバルもつけたいところですが、気軽に持ち歩くには本体と ND フィルターだけで手ブレ補正をオンにした状態で持ち歩きます。Vlog で撮影するときの解像度とフレームレートですが、SNS などの小さい画面で見せるのであれば、1080p の 30fps もあれば十分ですね。YouTube や大きい画面で再生するのであれば、念のため 4K で撮影したり、スローモーションを使いそうなときは 60fps で撮影することもあります。さあ、ということで撮影した素材が揃ったら、プレミアプロに挿入していきます。プレミアプロに挿入したら、GoPro や iPhone で撮影した素材は比較的ファイルが軽いのですが、Sony の S ログとかで撮影するとファイルサイズが大きくなります。そこで動画を選択してプロキシを作成しておきます。これでファイルサイズが軽くなりますね。そして編集をする前にナレーションが必要なところはナレーションを取っていきます。個人的には並べたファイルを見ながらナレーションをしていきます。アドリブで。ということで、音声や映像が揃ったところで編集のやり方を見ていきましょう。さあ、そうしたらここにシーケンスを作成します。シーケンスというのは動画を並べる箱みたいなものです。あらかじめ準備されている設定から選んでいくこともできますし、設定のところから動画の縦と横のサイズを入力して設定することもできます。そして名前を設定しておいてから OK を押しますと、タイムラインが表示されるので、ここに動画を並べて編集をしていきます。動画をシフトキーで選択しておいて、まとめて挿入していきましょう。いろんな種類の動画を入れると、こんな感じでクリップとシーケンスの設定が一致しないというのが出てきますが、今回はシーケンス、つまり設定した画面に合わせて動画を編集していくので、現在の設定を維持します。さあ、これで動画が並んでいますね。では、これから編集でよく使う機能を紹介していきたいと思います。エフェクトコントロールというところで動画のスケールとかを調整して、それぞれ画面に合わせてサイズとか位置を合わせることができます。今回はシーケンスの画面と動画のサイズがほとんど同じなので必要ありませんが、まとめてシーケンスに合わせて動画のサイズを変更したいときは、動画を全部選択しておいてから右クリック、そしてフレームサイズに合わせるというのを選択すると、シーケンスに合わせて動画のサイズが変わるようになります。編集する際にどんなクリップかわかりづらければ、ここのハンドルを動かすことでサムネイルが見えるようになったりします。そして現在はクリップを選択すると同時に音声も選択されていますが、このアイコンが選択されていないと動画と音声クリップを別々に選択できます。ちなみに動画と音声はリンクされていますが、右クリックからリンクを解除することで動画と音声が別々のクリップになります。さあ、ということで編集の基本は動画を並べる作業ということで、パズルのように並べていきます。とりあえずこのクリップを一番最初に持っていきたいですね。方法の一つとしてはコマンド A で全てのクリップを選択できるので、選択しておいてからクリップを右にずらしておきます。そしてこのクリップを一番最初に持っていく感じですね。続いてのクリップですが、例えば動画のここから使いたいときは、レーザーツールを使ってカットするか、コマンド K でクリップをカットして、いらないところは人参の上の部分を切り落とすがごとく削除しておきます。
そしてこれをさっきのように持っていきますが、個人的にはコマンド X で切り取っておいて、持っていきたいところでコマンド V で貼り付けてます。あとはこんな感じで動画が並んでいて順番を入れ替えたい時とかには、コマンドキーを押しながらドラッグすることで入れ替えることができます。さあ、とまあこんな感じで動画を選んで並べていくことで基本的な動画編集が出来上がります。ちなみにもう一つ編集のテクニックを紹介すると、こんな感じで動画が並んでいる時に次の動画の音声が先に来てから、そして次の動画に切り替える編集と、逆にこんな感じで先に動画が切り替わって音声が後から切り替わる編集の方法があります。ちなみにこの動画は話している声とは別で撮影した動画を挿入しているので、インサートとか B ロールとか言うんですけれども、それはまたどこかで解説します。こんな感じで編集も工夫してみると面白いですね。さあ、続いてはアイコンを作成していきましょう。アイコンといっても作るのは簡単です。使うのは Adobe Illustrator ですが、絵が描けなくても大丈夫です。長方形ツールを使って適当に正方形を描いておきます。そうしたら、プロパティパネルの生成塗りつぶしというのを選択してみます。ここで作りたいイラストのプロンプトを入力していきましょう。今回は地図のアイコン。そして目標地点という風に書いてみました。シェイプの強度やディテールを適当に決めておいて生成していきます。するとこんな感じでイラストが生成されました。イラストはダブルクリックすると細かく選択できるので、今回はこの赤い部分だけを使うので選択しておいてコピーしておきます。そしてイラストを削除してペーストすれば目標地点のアイコンをゲットできます。こんな感じで生成 AI を利用してロゴとかも作ってみると少しクオリティが上がって見えるかもしれませんね。ということで、あらかじめ作成したアイコンをプレミアプロに挿入していきましょう。イラストや静止画のクリップはドラッグして伸ばしていくことができます。ちなみにイラストレーターファイルをそのまま挿入すると、後でイラストを編集した時にプレミアプロにも反映されるようになります。今回アイコンとして使うためにエフェクトコントロールのこの不透明度のところからシェイプをクリックします。すると画面内にシェイプが出てきて、このシェイプの外側が非表示になります。これをマスクと呼んだりしますね。マスクはドラッグしたりサイズを大きくできますが、今回はエフェクトコントロールからマスクの拡張の数値を上げてアイコンだけが表示されるようにしておきます。そしたら今度はその上のモーションの位置の数値を動かしてアイコンを配置したいところに置いておきます。このクリップは縦方向のトラックを移動することができます。こんな感じで上に引っ張るともう一つビデオトラックが増えますね。またこのトラックを動かしたり編集でカットしてしまわないようにトラックのロックをしておくと編集しやすかったりします。そうしたら今度はテキストを追加していきましょう。テキストツールを選択して適当に文字を記入していきます。ここで文字のスタイルを変えたいときはエフェクトコントロールからテキストに進んでフォントだったり色を変更することができます。今回は境界線を追加しておいて、ここでグラデーションの枠線を作っておきましょう。サイズとかも調整しておきます。あとは視認性を高める、つまり見やすくするようにシャドウとかも追加しておきます。今回はこんな感じで配置をしておきます。その下にもう一つ作りたい場合は、テキストを書いた時に作成されたグラフィックのクリップを選択している状態で、再び画面の中をクリックすると、同じクリップの中に文字を記入できます。すると、エフェクトコントロールに一つ目のテキストが表示されているので、色を分けたい時はここから変更することができます。さあ、これで常に表示しているアッパーテロップが出来上がり、さっき作ったアイコンと同じ長さにして上に配置してからこちらもロックしておきます。さあ、続いてはテロップやスーパーを作成していきましょう。プレミアプロで一気にテロップを作る場合は自動文字起こしを使う方法があります。 Windows のワークスペースから作業に合わせて画面を切り替えることができるのですが、ここから文字起こしベースの編集を選択します。するとこんな感じで動画の会話文から文字起こしが行われているのがわかりますね。もしくは Windows からテキストを選択すると同じ文字起こしの画面が開きます。ここから文字を編集することもできます。このキャプションの作成を選択してどんな感じでテロップを作るかを決めていくことができます。例えば1行の最大文字数だったり、1行にするか2行にするかとかもここで決められます。ちなみにこのスタイルからあらかじめ作成しておいたテロップがあれば、これを選択すると毎回テロップを作らなくても良くなりますね。さあ、これでキャプションの作成を押すと、しばらく時間が経つとこんな感じで自動でキャプションが追加されます。新しくキャプション用のトラックができてますね。
このキャプションのトラックはクリックしてエッセンシャルグラフィックスから編集を行うこともできます。ただ個人的に少し不便だと思うのが、ここでスタイルを変更すると全てに反映されるので、いくつもテロップのデザインを変えたい場合はトラックを分けたりする必要がありそうですね。デザインはこのエッセンシャルグラフィックスからさっきと同様に変更ができます。あと作ったデザインはここでスタイルを作成を押すと新たにスタイルが作成されてここのところに表示されます。もちろんさっきと同様に通常のテキストツールを使って一つずつ入力もできます。こっちの方が自由度は高かったりするかもしれません。例えばこんな感じでちょっとしたグラフィックを追加で入れたりもできますからね。ここは動画によって使い分けるといいかもしれません。あとは旅系の Vlog らしく四角い枠のイラストを挿入しておいて、その中に地図を入れてみたりと、いろいろと工夫しながら追加してみると面白くなるのではないでしょうか。さあ、そしたら続いては音を入れていきましょう。BGM として音楽を挿入するのはビデオクリップと同じですね。ここでそれぞれのクリップのボリュームを調整するにはエフェクトコントロールからそれぞれ調整できますが、まとめてトラックごと調整する方法も見てみます。プレミアプロの右上からワークスペースを表示できるようにすると簡単に切り替えられるので便利です。ちなみに今回はカラーのところは iPhone で撮影しているので、すでに色はいいとしましょう。ここからオーディオ用のワークスペースを選択します。するとトラックごとに音を調整できるので、例えば BGM の入っているトラック2の音を下げたいときはこんな感じでトラックごと音量を下げることができますね。あとは音に関してはこのエッセンシャルサウンドのパネルから自動的にいろいろと音を調整してくれる機能があるので、使ってみると効率的に音を整えてくれるかもしれません。そしたら最後に書き出し方法を見て終わりましょう。書き出す際はファイルから書き出し、そしてメディアを選択するとプレミアプロから直接書き出します。 Adobe Media Encoder に送信を押すと別のソフトが立ち上がるので、ここで書き出している間もプレミアプロが使えたり、まとめて複数の書き出しができたりするんですね。ちなみに書き出しはここのボタンからも行うことができます。ここで形式や場所を決めて書き出しを行えば動画は完成です。お疲れ様でした。作成した動画の参考例を添付しておりますので、よろしければ確認してみてください。今回紹介したのは一例で、機能やスタイルは日々変わっていきますので、ぜひこの動画が何か参考になれば幸いです。ぜひともあなたの撮影したものを編集でより多くの人に見てもらうきっかけにしてみてはいかがでしょうか。それではここまで見てくださり本当にありがとうございます。またどこかでお会いしましょう。